航空自衛隊三沢基地の2022年航空祭で F-35A 戦闘機の本気度を発見しました。今回はこの三沢航空祭にて展示されていた F-35A 戦闘機と米国製最新衛兵装備を詳しく見ていきますね。 F-22 戦闘機に装備するはずの兵装を F-35A 戦闘機にか、気になる。2022年もアメリカはロッキード・マーチン社が提供する F-35 ライトニング 2A 型はドイツに引き続きスイスでも実質的な導入が決定。西側諸国が唯一調達が可能ないわゆる第5戦闘機としてさらに採用国が増加している。ドイツはフランス等との次世代戦闘機開発との絡みもあり、第5世代戦闘機である F-35 ライトニング2の採用には慎重だったが、ニュークリアシェアリングによる戦術核兵器の運用上、その選択を取らざるを得なかった。スイスでは、老朽化の進む F-5 や F-A-18 の代替機として、昨年2021年に F-35 ライトニング 2A 型を選定したが、これに反対する勢力の活動もあり、これまでは、政治的な問題から保留状態が続いたが、ようやく決着したものだ。そして F-35 ライトニング 2A 型はご存知のように日本の航空自衛隊でも2018年から青森県の三沢基地への配備が開始されており、これまでの計画では合計105機という本国アメリカに次ぐ世界で2番目の調達数が見込まれている。航空自衛隊における F-35 ライトニング 2A 型のこの105機という調達予定数は、すでに退役を終えた F-4 ファントムと、現在も就役中の F-15J イーグルの旧式化したプレムシップ機を代替するもので、今後の主力戦闘機の座を担う。この2022年時点では、航空自衛隊の F-35 ライトニング 2A 型は、その全てが、青森県の三沢基地に配備されているのみであり、昨年2021年5月に一部の報道で石川県の小松基地の名が挙がったが、未だ正式には決定してはいない。そのため、2021年度末までに航空自衛隊に配備された27機の F-35 ライトニング 2A 型は、すべて三沢基地の第3航空団を構成する第301飛行隊と第302飛行隊に所属する機体となっており、今の日本では、ここでしか見ることができない。2年前の2019年4月、搭乗者の空間視失調が原因と考えられる不幸な墜落事故に見舞われたのも、この第302飛行隊に所属していた F-35 ライトニング 2A 型であり、同機は、日本で生産された初の機体でもあったことも記憶に新しい。そうした苦難に遭遇した三沢基地ではあるが、この2022年9月11日には一般人が入場して見学が可能な航空祭がおよそ3年ぶりに行われ、貴重な F-35 ライトニング 2A 型とその兵装等の公開ということもあり、盛況を見せた。今回の三沢基地の航空祭イベントでは、総数12機にも及ぶ F-35 ライトニング 2A 型が、実際に編隊を組んでの飛行や、機動性の高い空対空戦闘に即した飛行を見せており、機体そのものの性能は、もとより、搭乗員の練り度の高さも感じさせた。10機の F-35 ライトニング 2A 型が、これだけの規模の実演飛行を行うこと自体が、日本という括りのみならず、世界的に見ても、稀有な試みだと感じられるが、三沢基地では、実際の同機の兵装類を一般公開した点も、注目を集めた。これまで、航空自衛隊では、保有する戦闘機に、日本の防衛に求められる国情に即した国産の兵装を数多く実用化してきているが、従来の F-2 や F-15J イーグルとは異なり、F-35 ライトニング 2A 型は、
喧嘩式の兵装の多くが統合されていない。これは F-35 ライトニング 2A 型がいわゆる第5世代戦闘機と一般的に分類されていることや、製造元のロッキード・マーチン社からはゲームチェンジャーとまで自称していることからも明らかなように、ステルス性の追求が大きな要因である。 F-35 ライトニング 2A 型はその優れた機体そのもののステルス性能を発揮させるためには、基本的に全ての兵装を胴体内のウェポンウェイに収容する必要があり、日本が従来開発を行ってきた兵装ではこれが困難という課題がある。そのため航空自衛隊の F-35 ライトニング 2A 型も有事や国情を考慮しての国産兵装の搭載という手法の実現は厳しく、大元の仕様にのっとった海外製の兵装を標準として装備せざるとくないという状況に置かれていると言えよう。まず F-35 ライトニング 2A 型の兵装として挙げられるのが、アメリカの現レイセオン社製の中距離空対空ミサイル AIM-120 カムラームであり、もともとは世界初のステルス戦闘機 F-22 ラプターに搭載するべく開発されたものになる。今年正規したロシア・ウクライナ戦争では、アメリカがウクライナに提供した歩兵携帯型の対戦車ミサイルである FGM-148 ジャベリンが戦果を上げたことが世界的にも大きく報じられたが、その特性の一つがファイアー&フォーゲット機能だった。このファイアー&フォーゲット機能とは、日本語では打ちっぱなしと訳されており、FGM-148 ジャベリンを運用する兵士は、敵目標に向けては、これを発射した後に、すぐにその場を離脱し身を隠すことが可能で、これが有効であったためだ。AIM-120C、アムラームも、ミサイルの本体に、アクティブレーダーホーミング機能を内蔵しており、この機能によって、F-35 ライトニング 2A 型は、発射後に、すぐに回避行動を行えるため、敵のミサイルによる攻撃にさらしられる可能性が、非常に低い。それまでの空対空ミサイルがセミアクティブレーダーホーミング方式であり、戦闘機本体が、ミサイルの発射後も目標への誘導を続け、かつ一発ずつそれを継続する必要があったことに比して、この進化は生存性を大きく高めたと評価されている。また F-35 ライトニング2型には対地攻撃用の兵装として、アメリカのボーイング社製の GBU-39B が搭載可能で、これは小直径爆弾に分類され、 GPS システム及び管制後方システムによって誘導することで堅固な地上目標の破壊に効果を発揮する。 GBU-39B は全長 1.8 メートル、直径 0.19 メートル、重量 119kg のサイズであり、最大で約 183cm の厚みを持つコンクリート壁をも貫通可能とされており、敵の地上の重要目標の攻撃に欠かせない威力を持つ。従来の航空自衛隊の戦闘機の兵装としては、対艦攻撃用のミサイルが主な大型目標に対する攻撃用途のものであり、こうした対地攻撃用の兵装は自衛隊の掲げる専守防衛にそぐわないとの政治的な判断もあり少なかった。日本政府はこうした対地攻撃用の兵装の装備の必要性を汲み取り、それでも政治的な批判でその動きを妨害されることを懸念して、これまで敵基地攻撃能力と呼ばれていたこれらを反撃能力と呼称するやむなき工夫を強いられている。陸上配備型のイージス・アショアの導入が中止されたこともあり、北朝鮮からの大陸間弾道弾や新型巡航ミサイルへの対処が危ぶまれている昨今だが、 F-35 ライトニング 2A 型のこうした能力を開示することで
抑止力に利用することは必須だろう。それでも、主として野党側からは、こうした動きは言葉上のすり替えによる自衛隊の攻撃的兵器の保有であり、自衛隊の持つ理念に反するといった非難が絶えることはなく、旧態依然とした不毛な議論が繰り返されている。そういえばさすがに地上波ではないが、インターネットの討論番組に、杉並区の議員だという中核派の人物が出演しているのを見かけたが、その人物曰く、日本はアメリカと共に中国を侵略すべく、南西諸島に自前の核ミサイル基地を作ろうしていると主張していた。いかにして国際的な原子力の監視機構等の目をくぐり抜けて、日本が核兵器を保有できるのか、というような疑問はさておき、今の時代に中核派を名乗る人物が杉並区で議員に当選している事実にこそ驚愕を覚えた。ロシア・ウクライナ戦争もロシアを擁護し、この戦争の背後にいるのはアメリカのディープステートだとする陰謀論は今もなお盛んだが、民主主義国の言論の自由と破格も無意味での放図なものかと思わずにはいられない。